ショナルズ戦に2番指名打者で先発出場するドジャースナショナルズ。日時間16日ロサンゼルスドジャース。大谷翔平投手は15日、日時間16日、試合開始11時10分、4どころ地、ナショナルズ戦に2番指名打者で先発出場する。3試合ぶりの5号塁打が期待される。この日は黒人初のメジャーリーガージャッキー・ロビンソンがデビューした1947年4月15日を記念したジャッキー・ロビンソンデー。全チームの選手、監督、コーチがロビンソンの現役時代の背番号42のユニフォームで試合に臨む。大谷はエンゼルス時代の2022年にシーズン1号を含む2塁打を放っている。ジャッキー・ロビンソンデーの成績は、打者として4試合出場、16打数6安打の打率、375、2塁打、4打点となっている。前日14日、同15日の4どころ地、パドレス戦には、2番、指名打者で、先発出場し、4打数1安打だった。ダルビッシュ有投手との2度目の対戦は3打数無安打、2三振。ここまで通算175塁打で松井秀喜氏の持つ非選手最多記録に並んでいる。記録更新となるか。ナショナルズは左腕ミッチェル・パーカーがメジャー初登板、初先発する。2020年ドラフト5巡目、全体153位でナショナルズ入り。公式サイトの若手有望株では球団21位となっている。ドジャース1、2、ベッツ2、指、大谷翔平3、1、フリーマン4、コスミス5、右手オスカー・ヘルナンデス6、3、マンシー7、中エンリケ・ヘルナンデス8、左テーラー9、ユーロハス先発グラスノー、フルカウント編集部。